鎮通ルは中国の人物。水古伝水古伝108世一覧表、チ達たちは中国の小説で読んだ駅所の一つである、水古伝に出てくる登場人物。梁山白第72位の交換で、地修正の生まれ変わり。あだ名は飛べトラで、その由来は谷間を飛ぶ虎を意味していると言われている。獲物は柄が鋼でできた槍、天候槍を使用している。 カシュのすぐ近くの小火山で、主部や陽春と共に、山賊家業をしていた。カイン県の小火山に立てこもる山賊の第二、棟梁だった陳達は、ある日、蓄えを、心配した主部がどこか市稼ぎしようと話を持ちかけられたとき、カイン県の役所を襲うことを主張する。しかし、そこへ向かうには豪傑に名高い指針がいる。鹿村を通らなければならず、主部と陽春は、 反対するが、それに腹を立てた陳達は、手下4、50人を引き連れて、鹿村へ向かった。しかし、待ち構えていた死神と一気打ちして、あっさり負けて捕まってしまう。その後、主部と妖春が起点を聞かせて、死神の前に自首したことで、死神にその義教心を気に入ってもらい、陳達は縄を解かれる。それからは、死神と信仰を持つようになる。しかし、 山賊と交わっていることが露見し、村を焼き払って逃亡してきた四神を彼らは、小火山の投領として迎えようとしたが、四神はこれを断り、家集を去るが、右与曲折して小火山に戻ってきたため、今度こそ四神を小火山の投領になってもらった。その後、四神の下で山賊家業を励んでいたが、ある日、四神が家集の大衆に囚われ、四神を両山白に誘いに来た。 ロチシンも彼を助けようとして逆に囚われてしまう。二人を助けるべく、陳達ら昇火山は、両山白と協力して、下州を襲い二人を救出し、そのまま死神、主部、楊春と共に、両山泊まり入りする。入山後は、馬群賞、表彰権石膏となり、死神の副将として楊春と共に、戦場で戦う。朝廷招き暗号も、死神の副将として、 両国戦やタトラ、王ー討伐に参戦するが、放浪討伐で、イクレ関に、死神、陽春ら五人の投領たちと共に偵察にくもホくも、ン満春の待ち伏せを受けて、弓隊の矢の雨を浴びて戦死する。ありがとうございます。